さあやっていきましょう。どうもアザラシです。もしも清宮が3年目の清宮が4番を打ち続けたらどうなるのかシリーズとかってやってますけども、どうなんだ。プロ野球がいつまでやっても開始しそうにないんだが、皆さんどう思いますか。コロナのせいでプロ野球は開幕しないんだがというね。だからこの動画もまあちょびちょび上げながら4月の1日になったらっていうか、まあそもそも普通プロ野球ってここのところ3月に開幕してたからね。それに合わせてまあちょっとゆっくり動画を上げていこうかなとかって思ってたら、今日も3月31日ですけども、動画がどのペースでどういうペースで上げていけばこう開幕に間に合うんかなと思ったけど、もう無理だねこれは。開幕に間に合わせてなんかこうプロ野球の開幕の日にこの焼きつくの実況をベシッと合わせてこう上げようかなんか思ってたけど、どうやらできそうにないね。それはもうもはやできそうにないね。ちょっと動画の間隔が空いてしまっていたのは、今日っていうかね、今新しいモニターでやっていまして、デュアルモニターでやってるんで、左でが A、そのが A とか言うな、左で、ゲームの画面を映しながら、右でどういう風に映ってるのかなっていうのをモニタリングしながらできてるんですね。こういう感じ。マウスも見えてる。でもほら、このマウスのサイズが小さくなってるでしょ。これは、今までは 640×480 のサイズで、モニターで映してたんですけど、今は 1024×768 ぐらい、それだったかな、ちょっと待ってよ。1024×768 っていう、そういう大きさで取り込んで、編集してみようかなと思ってます。まあ、いろいろ試行錯誤してるということですね。さあ、もうどうしようかな。今日どれだけやればいいんだ。オープン戦って1週分で終わっちゃうから、今日はとりあえず1週と半分やります。で次の時にザ開幕という感じにしましょうか。4月多分始まってないけどね、プロ野球ね。誰だ藤原勝ち。はい、ということで、まあ、3049万円か。プロ野球の開幕に合わせて動画を上げたかったけど、まあ、今回は1週間と半分で、3ターン分ぐらいかな。3ターン分やって、どんどん新しい開幕順見つけてくれる。3ターン分やって、4月に入って、まあそうだな、もうコロナの影響でみんな自粛ムードすごいでしょ。なんでまあ動画を頑張ってあげていこうかな。この人が新しく見つかった？林前俊。28歳一塁手。肩の力。なんか、清宮の代わりとしては良さそうじゃない？今の人。思ったのは焼きつくの動画で。思ったのは、焼きつくのなんかこうコンプリートガイドブックを右手でピラピラ見ながらやってるんだけど、このやってるシーンってのは自分しか分かんないから、こういうのを写真とかでこう取り込んでやれたらいいかなって思ったけど、まあめんどくさいな。やめとこう。言うだけ。さあ、飛ばしていきましょう。もう見ていきましょう。まあね、やることないよ、こんなオープン戦の時期にさ。オープン戦の動画を一本一本なんか一試合ずつ上げていくのもいいかなと。コロナのなんか暇つぶしに、まあ見てっていう感じで上げるのもいいかなと思ったんですけど、まあ、需要ってものを考えたらもう一つかな、みたいなことを思ったり思わなかったりしてました。これ、平下に、
まあ、いや、こう誰か上げてもいいような気がするな。まあ、全体的には厳しめに、ちょっと怪我人が出てもおかしくないような強度で練習させていっております。岩本勉ガンちゃんがね、このスローカーブが、もうちょっと角度欲しいよね。ただ、たとえスローカーブがここぐらい前になったとしても、多分この焼き付く内では、すごい成績を収めるってことにはならないんだと思う。だってスローカーブが打たれるんだもん、このゲームでは。防御率 5.68 のエースって時点で、そら去年は優勝逃しますわ。そら逃しますわ。これが2個目だから、清宮の位置が、清宮の位置が適当。立山を先発で使う。ええだ。しかし責任を使っていく。負けても勝ってもね、この辺のオープン戦をね。あの藤波がさ、阪神の藤波と伊藤隼人と長坂っていうキャッチャーあったかな。ね、3人、阪神からもコロナ陽性者が出て。で、まあそれで、4月の二十何日かに、プロ野球開幕かなって言われてたのも、今危ぶまれてるよね。いつなのか本当によくわかんないみたいなことになっちゃって。なっちゃってね。だから本当プロ野球、まあオリンピックがね、延期になったおかげでね、とりあえず、しょぼっす。あ、でもね、この年を取っても見捨てないでっていうのは、万世タイプの、特徴なんですよ。ネガキ。ネガキって読むのかな？ネガキ。何ぬね、何ぬねの、何ぬね、な、ネガキ。聞いたこともねえな。ネガキ。あ、万世。あ、普通。これは成長しなさそう。万世タイプ普通だから結構長々と、万世普通はいい。だから35ぐらいまで普通に成長していくっていう成長タイプ、万世普通。しかも衰えも緩やかと、普通の選手並みっていうところでいいっちゃいいけど、今の成績、今のその成長幅見る限りは、かなりじっくり育って最後の1、2年輝くかなっていう感じだったね。今見た、本見たらね。年俸がみんなすごい高いね。インフレしている。この世界はインフレしている。しかし小笠原の、小笠原はもっともらっていいね。まあこんなもんだな。こんなもんだな。磯部がね、磯部パワー、まあ肩を鍛えた方がいいからパワーだけど、でも28だからもうそろそろもうあれでしょう、終わりでしょう。でも CCBB なんだよね、キャッチャーのセンスとしてはね。ちょっとこういうとこ見ると、果たして磯部が野口の次のキャッチャーになれるのかっていうのはかなり不安かもしれないね。磯部打力はね、打力は大したものなんだけどね、磯部ね。まあ代打の切り札かな、まだね、しばらくはね。金子は多分ね、A、B ぐらいになりそうだね。このままいくとね、こうだ A、長打 B ぐらいしたら、まあ3割30本ぐらいが見えてくるね。この焼き付くでは、この焼き付く世界では金子誠が3割ぐらい打てるしまう。金子誠がなもんで、コロナの話を続けると、まあ、藤波の、まあ、素晴らしい判断というか警鐘を鳴らす意味でも、ね、藤波がコロナにかかり、次の日には志村けんが亡くなりと。志村けんといえば、まあね、2月20日生まれで、2月20日生まれといえば
まあ、ミスターのね、ミスター長嶋茂雄なんかもね、2月20日生まれで、なんかそのお笑い界のレジェンド、そして野球界のレジェンドもまあ2月20日生まれ、そして実は自分も2月20日生まれだったやつですね。そんなこんなでなんか、あーなんかこの人も亡くなるのかみたいなね、まあ、長嶋茂雄まだ生きてるけどね、なんかかっすれとか見てるとなんか長嶋茂雄もう死んだ体みたいになってる。全然面白くはないけど、よし見ていきましょう。長嶋茂雄も生きてんだか死んでんだ、まあ、でも鍋常はまだ生きてるもんな。まだなかな、誰がなんか死にそうにない人ほど死んでるというか、志村けんまあ70ぐらいでしょ、若いよね、まだまだって感じだったのに、ほんと惜しい人。ということで、野球実況やっていておりますけど、まあ、30分もかからないでしょうな。ボコボコだ、番長ボコボコだ、清宮もう、ね、野球の話題が一個も入ってこんやん。清宮でね、その藤波がコロナにかかったって話題ぐらいしか入ってきてない。今年で言えばさ、そのあれ誰だっけ、もう名前出てこねえわ、船橋の誰、160キロの人、あの人誰だっけ、名前出てこねえ。しばらく野球のなんか話題から遠ざかるとご覧のありさまだよ。あれ、佐々木朗希で言ってる、合ってる、お佐々木朗希って名前覚えられねえな。佐々木朗希とかがね、実戦で早く見たいよ。練習とかでさ、バシバシそのシートバッティングとかでさ、バシバシ160キロ近い球投げてるわけでしょ。もうその今の時点でもう開幕投手狙えるんじゃないか、ロッテとかそれ見たいやん、みんな。そういうプロ野球界におけるビッグなニュース的存在が見れない、このコロナのせいで。いやー、無観客でもいいから見たいよな、野球ファンとしては。無観客でもいいから、無観客試合で映像だけでも、野球はさ、映像もなんか CS とかでやるからさ、 CS 契約してないと見えないからしょぼんとなるんだけど、打てー関根、打てー。このうちのチーム実質的エースはこの関根ひろゆきだから、実はガンちゃんじゃないんだな。このゲームにおいてはこの関根ひろゆき、まあまあフォークがあって球種がシンカー以外の全方向にあるんで、まあ普通に成績良くなるわけですね。フォークがあるしっていう、そこが大きい。一番の勝負球がフォークっていうところも含めて、あとコントロールも悪くない。打て、新庄ホームランだ。いや、すっげえ成績だよ。新庄が30半本打ってる、世界戦セーフ。おおおお小笠原が3割7ブロックリン45本打ってる、世界戦打つぜ。バリー・ボンズが打席に入ってるのはもうそういう緊迫感だな、これ。次の球行こう。いやー当たり前のように打ちますね。坪井は、まあ、転がせでもいいような気がするけど、満塁で転がしてもしょうがないよね。まあ、でも転がしてみるか、転がせにしてみるか、転がせ
おお、いいフォークだ。うちのこの打線見たら、坪井を1番に置いて2番に新庄、3番小笠原ぐらいが一番得点しそうじゃない？あ、でも逆か。1番し、でもそうすると3人左並ぶしな。ベストなオーダーでないことは間違いない。小笠原2番とか本当もう趣味だからな。自分が野球を見始めた頃だけどないけど、日ハムに興味を持ち出した頃に、この小笠原が満塁で、小笠原がね、バントをしない2番とかつって話題になってて、あれから何年経ってんだろう、もう20年ぐらい経って、やっぱ日ハムはそのバントをしない2番結構好きだよね。まあ今太田大志がねバントをしない2番をやってますけども、好きだよね基本的に。5回投げたら関根変えてあげよう。なんで小宮山が2番って出てんだろう。オープン戦だからかな。なんで2番って出てんだろう。5回の、うお、セーフ。5回の裏、セーフ。今の内野のフラフラっとしたフライが取れたのは、やっぱり、あの、金子誠の守備による、なんかね、フライの球はあんまり取れてない、野手が取れてないように見えるのは、多分風が強いせいだね。よし、ナイス。完璧。クッキー。ここで野口が打っても打たなくても、関根に代打を出すと。フロストかな？打力で一番は稲葉だと思うけど、この中で言えば。フロスト。左右コーダで考えるか稲葉か。ピッチャーが込み上げ、右バッターだから左右コーダの高い稲葉を出す。うん、まあ、何も間違いじゃないな。完璧。そして稲葉をさっさと、平下あたりでいいな。うん、ここでわざわざ石本を使う必要ない。平下の肩を試す。あ、肩や。平下の足を試す。しかし、この強肩谷繁からも簡単に盗塁を奪うと。いや、もう、ゲームバランス的に野球使えば、その盗塁優位すぎるから、こればっかりはしょうがない。走れるから走ってしまう。フォアボール。よし。さあ、清宮の打席をじっくり見ていきましょう。この模式をシリーズをもう3年目に差し掛かり、いよいよた、あの、サムネを撮るところがないという現状でございますけども。サムネを撮るシーンがね、インパクトのあるシーンがもうこのゲーム中にないもんだから、文字バシバシ貼り付けるぐらいしかないけど、例えばこの清宮の打席とかつったってさ、打っても打たなくても別にそのもう、切り取るところがないよね。正直なところ。でもここまでやってきて、その、打席見てて清宮がホームラン打ったっていうのは、ほんとわずかしかないよね。2年間やってきてね。さあ、清宮、この打席に入って、ワンストライク、ツーボール。ここで、外に逃げていくカーブに空振り。ツーストライク、ツーボール、フルカウントからの、高めのシュートを、ハーフスイングだったけれども、ストライクゾーンに入れられて、見事三振、見逃し三振に倒れてしまいましたね。さあ、ピッチャー、桜井、中継ぎエースの桜井ですね。桜井宏俊、雪宏かな。うん。早速、先頭のバッター、3番誰だった今。4番が金城だったね。3番を歩かせて、ゲッツー取って、無失点で切り抜ける。レフトオバンドか。すげえな。レフトオバンドなので、オバンドのところに石本を入れ、石本を即盗塁させます。オープン戦なのにこんなにガチで点を取りに行くことの意味のなさ。さあ、石本がこの足走力でもって谷繁から三盗を奪えるのか。奪ってしまうんですね、このゲームは。ダメだ、これは。
谷繁から3等はいかんよな。だって総力まだ A の盗塁 A だからね。 S の S だったらまだわかるけど、総力 S の盗塁 S だったら石本がね、ステータス的にまだ A ぐらいで谷繁から奪えてしまう。しかも今の森中のストレートは、森中の球種はストレートだったから決して変化球ではなかったという状況で、そういう状況で谷繁から盗塁を奪えてしまうっていうのはちょっと良くないよな、ゲーム的にね、うん、さあしかしどうすっかな。もうこのコロナのせいですごく暇になっちゃってましてですね、うん、まあ2月3月忙しくないっていう日々をずっと送ってて、まあ良くねえなと。配信者として、配信者やね、実況 YouTube に動画を上げているものとして、なんとなく自粛ムードの中で自分も日々自粛してるんだけど、でもこういう動画を上げるっていうのはビシビシ上げていかないとねと、思いは熱く、しかし行動に移ってない。はい、ゲームセット。余裕か、強いわ。セリーグ相手じゃもううちのチームには全然抑えられませんね。はい、清宮5打数1安打。現実の方の清宮の話もあんま聞いてこないから、聞こえてこないからね。一応なんかちょっと守備には不安があるものの、守備が不安なだけで、それさえ克服すればまあ一軍みたいな状況ではあったような気がするけど、まあこのコロナのごたごたでどうなったことやら。でも今シーズンの日ハムは最下位予想されてるチームが多いっすね。佐々木朗希がな、ハムに入っていればな。お、海外留学だ。誰？藤本光雄選手。行きたいかい？海外に。3000万円。まあ、お金ないね。3000万か。行かすか。行かそう。行ってくれ。大して期待はしておらんが。行ってくれ。しかし、金ないな、うちのチーム。1億4000万円乗り切れるんだろうか、この年。一応、外国人が一人引っかかったので、まあ、これ見て。え、今日短いな、時間が。キャッチャーの、なんて読むんだろう、職総研。普通のバッティング、バントのセンスはありそう。捕球技術は平凡。全然パッとしないな。直送、ただし、まあ、契約金はまあまあ取るね。まあまあ取るね。まあまあでも、まあまあまあ、まあ、若い。いや、まあ、安い中でのね、30歳で成長タイプはもう普通。まあ、まあ、オール C みたいな選手だね。これを取るのはもう、もうキャッチャーなんで、今シーズンもうキャッチャーいないわっていう状況だったら取るぐらいかな。今シーズンと来シーズン、そういう状況ではない。とりあえず今日はここまでにします。来週もう明日にはもう4月なんでね、4月になってはなったらまた動画を上げようと思います。もう4月中にプロ野球が開幕しそうにないんで、もうお構いなしで開幕した手で4月から動画を上げていこうと思います。まあ、4月1日にプロ野球が開幕したという、そういう手で始めます、やっていきます。3年目の申し切りシリーズをどうもよろしくお願いいたしますということで、ほなまた。